緒に。ありがとうございます。10年を伺いします。1件目は東北映画の関係です。編集映画さんが関東に拡大するということで、私たちのステージが変わったとおっしゃっています。週末の対策会議の議論もありましたけど、改めて現状を踏まえた方法に関連するということです。はい、土曜日の視察終了後、夜、皆様が全国でございましたけど、対策本部長がさせていただいて、まあ、働き方改革のということもあるかもしれませんが、生産局や消費安全局、それから畜産局、他の局もですね、大変この事態を深刻に受け止めて、この日曜日、月曜日のですね、作業をしていただいた、自主的にですね、その職員の方々のご努力にまず感謝をしたいというふうに思います。今回ですね、支部の小川町、これにつきましてはね、何としても封じ込めなきゃいけませんから、もう一つ今進めております。まあ、今まで何でも聞かれた話ですけども、防護策の強化ですね、まあ、併合ワクチンベルトについて、まあ、社長ワクチン対策も、これやらなきゃなりません。やはり山でのイノシシがですね、正常化しない限りはですね、いわゆる、課金である豚に対する感染リスクは、いわゆる減らないという認識を忘れてはならないと思います。ここですね、地域限定予防ワクチンの接種の可能性についてもですね、専門家の方々がいろんな方々の意見を聞いてですね、私の責任で決断をしたいと思います。2点目は自家圏中心の被害に対象なんですけれども、最初週末も視察をされているようなことなんですけど、改めて、ね、今の状況と対応についてお伝えしますか。まあ、数字についてはですね、言った方がいいですね。経年被害に伴う被災者への食料、それから飲料の支援として内閣府防災課の要請を受けまして9月の12日です。現時点で16日の17日17時現在ですが、千葉県の12市町に合計35万9千点を供給いたしました。また東北省での円滑を図るために本日より千葉県内の6カ所に2名町職員を派遣いたします。農林水産省、農林水産業への被害としましては、現時点、9月17日7時の時点ですが、茨城県と千葉県を中心に農業ハウスの損壊や停電を伴う牛乳の廃棄等で218億円の被害が生じていると承知しています。まだこれは十分ではない、賃上がるものと承知しています。9月14日には私自身も茨城県千葉県を訪問し、農林漁業者の方々、JA 関係者、茨城県知事、それから千葉県知事等から、被災地のニーズを直接お聞きするなど、被災地を調査し、改めて被害の予想を実感いたしました。農林水産省といたしましては、被災地のニーズに沿った食料支援を実施していくとともに、被災された農林漁業者の方々の早期の経営の再開に向けて、支援策を整備し、早急に検討してまいりたいと考えています。感謝が大丈夫。はい、共同通信の方と申します。日米の貿易交渉についてお聞きします。米国のトランプ大統領は日本との貿易協定に数週間に署名する意向を議会に通知したというふうに米国政府は14日に発表しておりますが、このことについての受け止めと今後の、見通しについてお聞きします。おっしゃる通り、日本時間の朝の4時に大統領が議会に対して署名する意思を伝達をされたという報告は出ております。ですから、いよいよですね、アメリカ側も体制が整い、そして日本もですね、残された作業をしっかりしなければならない、なんか心配なことがあったりします。ですから、最初から申し上げます、おります通りですね、二国間のお話であります。強国アメリカとの交渉が続いているわけでありますから、最終的にですね、結論に至るまでいかなる油断も許さない。ですから、茂木大臣とも、それから西村大臣とも、連日に先ほど閣議がありましたけど、連絡を取り合ってですね、押し込まれるようなことは決してないように、目を光らせていきたいと思っています。すみません、発行に関してなんですけども、発行の見通しは年内になりそうなのか、この辺りでどう見たんですか。それについては、合意の内容を見て、ご案内いただくことになると思いますので、
今私の方からお話を申し上げさせていただきたいと思います。日本テレビ大学です。関連してなんですけれども、日米貿易交渉についてですが、日本側の作業状況はアメリカ側が順調だというふうにおっしゃいましたが、いかがでしょうか。私、事務方じゃないんでですね、なかなか正確なところをお答えできませんが、大変な準備をしたという報告を受けております。まあ、本当に昼夜を徹して頑張らなければいけない、日本語版、英語版、両方作らなきゃいけないということもありますが、TPP というのも決まったんですけど、日本語版と英語版をこういうのがなかなかあれば、こう、ね、言語って難しいじゃないですか。だからそういうことも含めてですね、まあ、懸命に頑張ってるということになりますから、しかし日本の感情は優秀ですので、私は近づきたいときには準備を整えてくれるのだろうと、だろうと思っています。らしか答えは早いですね。すいません。日本の石村美です。ドンプレラーについてなんですけど、先ほど大臣、イノシシが正常化しない限りというお話がありますけど、今度の埼玉の一部の県についても、イノシシの関連が濃厚だというお考えでした。感染経路につきましてはですね、なかなかこれを確定することは難しいことは、皆さん方もよくご存知の通りだと思います。拡大トンプレラ疫学調査チームをですね、14日、現地臨床査を実施しているところでありますけれども、この前はですね、柵を作って、いわゆるイノシシと、それから使用されている柿であるとかの接触を断つことが一番大切です。それに加えて、人間や排除する車であったりですね、それから、長靴の消毒、手袋の着用、いろんなことを言われておりましたけれども、ここまでですね、私はですね、農林水産省も使用衛生管理基準の徹底ということはですね、現地まで赴いて一生懸命やってきたと思います。各都道府県の担当者の方々も懸命にやってこられたと思います。しかし、人のやることですから、なかなかヒューマンエラーというものはですね、ゼロにすることは難しい。そして、ハイドウイルスですから、目に見えないものを相手にしてるわけで。ですから、なかなかですね、イノシシだけにフォーカスの人は、なかなか難しいと思いますけれども、しかし、元への、この、広がりということを考えると、これから12月になるとですね、いわゆる繁殖期、11月、12月の繁殖期に、この3ヶ月ぐらいですかね、まあ、12月20日、繁殖も向かいますし、やはりヨーロッパでは長い時間がかかったという報告を受けておりますが、時間のかかってもですね、決して諦めないでしまうと、山の正常化というものも同時に進めていかなければならないと。コンコレラじゃなくて、アフリカコンコレラについてですね、隣の韓国で発覚にされたという報道がありますけれども、事実関係と対応について、アフリカトンプレラにつきましてはですね、これは北朝鮮とのですね、国境のあたりで確認されたのではないかというご報告を今のところ私は受けております。まあ、韓国政府にですね、詳細な内容をいただきたいというような紹介をかけている最中でありますが、これはワクチンの議論というような話もしていましたけど、ワクチンもないということでありますから、やっぱりですね、これを見ると衛生管理基準の徹底というものはですね、やっぱり基本中の基本で、これがもし日本に入ってきたという時には、まあ、今のステージもかなり厳しいステージでありますけれども、本当に日本の養豚業そのものの崩壊につながりかねない、もう大変な事態ですから、情報をしっかり取って空港、港、あらゆるところでもう経営も含めてですね、対応を強化していきたいと思っています。何にございませんでしょうか。朝日新聞の大日向と申します。2点伺いをお願いします。トンプレラーの件なんですけれども、今回の埼玉については、先立ち打ち出したイノシシの拡大を防ぐベルトの外側を手に使ったという極めて深刻な状況だと思います。養豚業者の方々からは、これまで取ってこられた農水省の対策、少しこの後手後手に回っているのではないかというような
批判を挙げられる方もいらっしゃいますけど、こういった声について大臣どのように考え、どう対応していかれるお考えでしょうか。政治はですね、今起こっている事象に対して責任を負うことが、まず基本だと思っています。農水省の対応を収まったのではないか、それから吉川大臣の方、私のことだと受け止めてほしいんですが、大臣の決断力が不足しているんじゃないかとか、いろんなご意見があってですね、そのご意見については真摯に受け止め、反省しなきゃならないというのはしたいと思っています。しかし私も党の中でですね、対策本部長をしていて、消費安全局も、それから畜産部もですね、次官も官房長もですね、一生懸命だったんですよ、本当に。そして岐阜県の知事もですね、私は補佐官でしたけども、補佐官室にですね、何度もお越しをいただいて、お越しいただけないときには、今まで1時間以上もお話をさせていただいたりですね、それぞれの立場にある人が全力を尽くしたにもかかわらず、私はこういう結果になってしまったことに責任を負いたいというふうに思っています。今思えばですね、例えば手袋をしてなかったじゃないか、その裏の消毒が十分じゃなかったじゃないか、調べればいろいろ出てきます。しかし、犯人探しをすることということではなくてですね、教訓を次に生かすことの方が極めて大切ですので、これだけの厳しい状況に陥られたようにですね、外側でも発生というのは、これまだ新しいステージの勝算一つですから、ですから今日もですね、12時から対策本部を招集いたしております。で、基本的にですね、毎日この本部や対策本部をですね、招集いたします。で、その当初から申し上げているとおりですね、相手のウイルスなだけに時間をかければかけるだけ、そしてイノシシを1日40キロ以上移動する能力を持っているだけにですね、もしかしたらイノシシ以外の小動物とか昆虫とか、それからそういう可能性もですね、私は医学のプロではありませんから、聞いたことは申し上げられませんが、完全否定はできないという状況にあってはですね、急ぐべきものはじっくり話せばいいというわけではない。伊佐早湾干拓訴訟の請求異議訴訟についてなんですけど、その先週金曜日13日にですね、最高裁が福岡高裁の差し戻しアンケートを出したんですけれども、改めて既に先週コメントもいただいてたんですが、改めて受け止めをお聞かせください。そうですね、私も判決をですね、リアルタイムで見てました。クレイジの時も最後に感動させていただいたので、私の思い出は強いです。漁業者の方とも随分フランクに話もさせていただき、ハンカチで先進的な農業をやっている方々ともですね、話をさせていただき、かつて住み上げに惜まれた高齢の方々の体験談をさせていただき、いろんなことがあったのでですね、それぞれの立場で受け止め方は様々なんだろうな、そしてまた隣に反する司法の判断が引き続き存在するという状況になってですね、またこの福岡高裁でですね、審議が始まればですね、我々はもう一度この国の考え方を示ししなければならないということになったわけであります。テレビを見ておったら、早く決着してほしいというような悲痛な声を言っている方もおられたんでですね、この相反する司法判断が引き続き存在する状況についてはですね、多く受け止めております。ですから、こういう状況になったからこそ、できるだけ早く、私が例えば帰国したいと言っても相手様になることですからなかなかですけれども、なるべく早くですね、現地を訪問して、厳しいご意見でもしっかり受け止め、ご出世の声もあるかもしれませんが、お叱りも十分いただいてですね、これ人同士ですから、教育に対して話すようにしていただければ、お話をさせていただいて、なんとか和解の調査にしたいというふうに思っています。付属なんですけど、現地訪問所、ご自身がっていう、私、目処とかっていうのがついていらっしゃるんですか。ついてるのかね、まだついてないです。すみません。ちょっといろんなことがガサッと、今後であったり、それから15号があったりですね、
次の難を抜ければ今週中というのは私の希望ではあるんですけど、希望はもう就任してすぐまず行きたいのは15号と三連とそれから福島だと言っていきましょうからもということを思いました。はい、よろしいでしょうか。時間ございますので、あと一方でお願いできます。 NHK の方です。台風15号に関してなんですけれども、まだ停電が続いている中で、まず生活再建優先かと思うんですけれども、その停電によってですね、農林水産業今後どういった影響が出てくる可能性があると考えていらっしゃるか、お願いします。それは業態によって違います。私が見た範囲ではですね、茨城県ではどちらかというとそんなに何て言うんですか、耐候性ハウスのようなものではなくて簡易型というようなものは、20ミリ台の耐候性ハウスが多かったです。それにしてもですね、自動給水装置なんかついていれば当然給水にも大きな影響がありますし、それから温度調整をしなきゃいけないようなハウスは自動開閉装置、そういうものもダメですし、これから寒くなってくれば顔向きを動かなきゃいけないところもあるでしょう。ですから影響は大きいと思います。同時についてもですね、この強風によって、米はもう本当にほぼほぼ全部降伏しておりました。幸いあまり大きな雨、この2、3日は降りましたけれども、私が行ったタイミングではまだ降りませんでしたので、急いでですね、稲刈りをしているという状況でありましたが、収量への影響は当然出てくるだろうというふうに思います。ロジア祭等についてはですね、随分雨で流された、それからやっぱり風で倒れたというものがあります。しかし根菜類でですね、いわゆる上に入ってくるような野菜類では被害の程度が大分バラバラで違う。そして果樹につきましてはですね、随分梨や、キウイなど甚大な被害を風によって受けておりました。その果樹においては回収をしたからといってすぐにその次の年から収穫があるという正確なものではありませんので、間違ってたらごめんなさいですけども、17って17万だったんですかね、回収した利益が多分あってると思いますから、そういったものを利用していただきたいんですが、しかし転職してもですね、例えばそうですね、梨だったら3年とか4年とか、キウイだったらやはりもうちょっとかかりますが、収益まで時間がかかりますので、でも痛感したのはですね、ハウスについては共済制度、そして作物についてはやはり収入保険への入その加入をですね、やはり促進する必要があるなと思います。非常に条件とも被害が少なかったということです。そして酪農につきましてはですね、随分回復をしておりました。もう全然収入できなくてですね、廃棄処分をしていたというところから始まって、大体一緒もご存知のように海洋の水を飲む生き物ですね、100リットルとか150リットルとかですね、そして、毎日搾乳しないとですね、お乳がパンパンに張って乳房炎ということになってしまってですね、最終的には、最終的にはもう牛自体が死んでしまう最悪、死んでしまわなくてもですね、体脂肪率が上がってしまってですね、搾乳を始めても十分なクオリティの牛乳を絞ることができない、ですから酪農にも大きな影響が出ている。林業ずっと続きますか、もういいですか。林業もまだ手が入りませんし、港なんかについても定置網がそのものがですね、その計算海底につないでいるものがずれてしまっているから、なかなか操業再開が難しい。船も転覆している、それから電気がないから製氷装置が動かない、もう農地産業に与える影響は極めて甚大。最初に申し上げた数字上のものがこれから目に見える形、金額に出ない形で積み上がってくると思います。じゃあ以上で終了します。どうもありがとうございます。佐賀新聞社です。諫早湾干拓の話なんですけれども、先ほど現地入りされるという話は、その佐賀県の漁業者とも面会されるおつもり、私は希望してます。それと和解についてですけれども、漁業者と国の方で和解をしたいという望みあるものの、その前提が大きく異なるという部分があると思うんです。このあたり、大臣としては今後どういうふうに対応していこうかなと。私のようなまだ何も足りないものがですね、
こうすればバッと解決するというシーンは一日にないんですよ。その長い時間がかかっただけに人の心の問題もありますので、まあ、従業者の方々は150人の質問を受け入れないという姿勢は崩しておられません。しかし、まあ、これまでですね、間接強制金という歴史も今辿ってきて、まあ、高校生で、まあ、国側が一応主張が通ってですね、今まあ停止をしているわけですね。で、これでまた佐賀の方に戻るわけじゃないですか。ということになればですね、事業者の方々もこの間接強制金についてはですね、国に求めるような姿勢を取られるかもしれません。取られないかもしれません。裁判所の方から支払いなさいという命令を出すかもしれません。出さないかもしれません。ですから、そのいろんな可能性はあると思いますが、はっきりこうしたら解決すると言えないことは、ですね、もどかしくもあり申し上げないと思いますが、やはり、その理解を設けるためにはですね、その注文したから、ちょっと一回挨拶に行くということではなくて、できれば、農林水産省にもご支援いただきたいし、そして複数回数、プラスにもしないし、したいし、やっぱり対話の回数を増やしていくことが、一つの解決の糸口になればなと。